家の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでた。はあ、ホストと会わなきゃいけないの？世界一番苦手な人種。12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。うん、聞かせてくれ。俺が聞いたのは今ので全部、あとは当人に聞いてくれ。了解した。じゃあアルコール一杯勝ち込もうぜ。事件の夜、サウナの近くでホストを殴ったってヤクザがハムラだったとすると、その後サウナ御殿に入ったってアルバイに繋がるかもな。殴れたホストに話を聞こう。そいつの名前は田中セイヤって呼ばれている。セイヤ、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 スターダスト、スターダスト、セイヤ、そこのホストだよ。弱そう。スターダストクルセイダーズ。スターダスト、女と話したい。詳しくやりたい。触りたい。そのためのカメラ。おっぱい。新米カメラマン。うるせえやい。あ、いつまでやるか。あー、わかんない。腹減ったら、もう腹減ってんだけど、もうどうしようもないほどに腹が減ったらやるわ。あ、終わるわ。あ、続きアーカイブ、オッケーオッケー。アーカイブで扱うか迷うな。どうしよう。まあ多分でもちょっと悪いかも。お前のリップキスとかと同じ感じでやるかも。わーい、車乗っちゃう勝手に。すげえ、ゴーダだけしてもこいつを高いとこ登りがち。ババイドーン、できなかった。人ぶつかろうとなるとカメラが邪魔してくる。立花のやつ、前にステージで帰って風俗にダッシュしてるらしいぜ。マジか、そんなやついんのか。風俗狂い。でもいいやな、風俗狂いって。それはそれで楽しみ一個あんじゃん。風俗語れる男って俺決してかっこ悪くないと思う。むしろかっこいいとまで思う。ちょっといいか。スターダストクラブ。何ですか。カムロ町。この店に勤めているセイヤ。セイヤ。ちょっと呼んでもらえないか。うん。セイヤさんですか。そうだ。ああ、今いないですね。あ、病院？もしかして。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。おお。同伴？ってことは、どこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。せいやさん、いい客捕まえたな。そっか。そんなプライベートな情報も言っちゃったりね。何時頃出勤してくるか。心の壁が解ける。いい技だ。いやー、ちょっとそこまでは、うん、そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。おお、そうか。そうか。探すか。この前にアムール店長といい。どうってどいつもこいつも店にいないんだ。そうか。この前と同じか使えるかもしれないな。よし、使おう。ちょっと間違えた。あ、自動で出すんかい。あ、電話だ。ああ、つくもか。ああ、つくも、こわ。やべ、幼女レイプ犯じゃん。ちょっと頼みがある。これはこの間やってくれた。つくものメガネスカウターみたいになってんじゃん。ま、戦闘力測れるのこいつ。いいですが、何を検索するのでしょう。エロビデオで検索してくれ。スターダスト、セイヤ。あ、検索対象の期間は、うん、承知しました。少々お待ちください。優しいやつだな、お前は。出ました、出ました。うん、今矢上氏の画面にも出しますぞ。お、頼んだ。ちょっとまだ多いようです。すげえ、スターダスト聖夜がなんか大人気だから。絞り込めるキーワードはありませんかな。なるほど。そう。スターダストでご飯、同伴、遊ぶ。ご飯、同伴、遊ぶ。遊ぶ、ご飯、同伴。遊ぶ、同伴、同伴。でも、同伴ってなかなか言いづらくない？いや、言うか。女だって、もうなんかそのさ、あれじゃん、もうなんか、もう見える塊みたいなとこあんじゃん。だから他のスターダストのせいや大好きなやつと、一線を隠して私はもっとスターダストせいやと仲良くやっています。感を出したい。そんな女が使う言葉、それご飯なのか、遊ぶなのか、同伴なのか、遊ぶだよ。りま違った。違った。ご飯だじゃん。同伴なんて言葉絶対使わない。あれ違う、なんて同伴、同伴かよ。よし、この数なら全部当たる。悔しい。ちょっと行ってくる。悔しい、悔しい、めっちゃ悔しい。
だ同伴なんて言葉使ったらさ、なんか仕事で無理やり付き合わせてるかあるじゃん。だから見栄張る女はさ、遊ぶんだみたいな、同伴じゃないよ遊んでるんだよみたいな言いがちなの。本当に後々聞いたらただの同伴みたいな。なんか普通に私そのホストと仲がいいから結構遊ぶしとか言うのね。で実際話聞いたら同伴だったみたいな、バカだこの女みたいな、そんなことあったの。なのになんで俺の経験則が足りねえんだ。龍が如くリアリティに欠けます。残念。みんな返しのに、なんで私だけ一人なの。いるじゃねえか横におっさんが何言ってんだよ。横のやつ彼氏じゃねえのかよ。ほら焼酎ガバガバ飲んでるバカいんだろうが。なんだこいつ、よくわかんない女がいる。この辺にいらず、その聖夜と同伴してる女がこれか、違うのかな。前みたいに分かりやすい例がいるはずなんだけどね。違うな。近く、あ、こいつだ。ちょっといいかな。いや見えない見えない。ちょね、黄色と黒がクソ仕事しとる。ちょっと、いやこんなピンポイントで顔隠す風俗ショーみたいになっちゃった。絶対こいつ私との約束すっぽかしておきながら、うん、一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。コンプライアンス遵守。いや君よくないわよ。あ、怒ってる。どんなの刺してんだ。え、まあまあいいぞしてんじゃん。そんな嫌いじゃない。まあそんなめっちゃ可愛いとかじゃないけど、そんな悪くないね。うっぷ、食いすぎた。マジで吐きそう。吐けー、吐くんだ。今食ったものすべて吐き出せ。東京グールでいう人の飯食った後のグールみたいな、吐き出さなきゃいけない。この辺じゃない。やっぱいい男ってのはよ、かっけえ建物近いでうちは、あ、なんか待ち合わせするわけよ。おそらくここでしょう。ほら来た。あれ、ちょっといいかな。何ですか。お、君スターダス、あなた聖夜君のこと知ってるの。同伴の約束してたのに、うん、は、うん、そのそう、あ、よかった。聖夜くん楽しんでるのかな。え彼が幸せなら私も幸せ。さよりさよりがいる。みんなさよりがいた。ここに今のうち殺しとかなきゃ。おい今殺すぞ。おい拓也、こいつ殺しとけ。マジでこいつ危ないから、危ないからこいつマジで。俺の声聞こえねえのか。サヨリがいた。はい、くらえサヨリさんからサラリーマンども、ゴミが社会にはびこる、ゴミが。そう、俺はそして社会にはびこるゴミ。さよならー。なあ、ちょっと待って、さっきさ、なんか演舞以外も見たいっていうね、いいコメントがあった。でというか一戦、はい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 、いいね一戦。これ焦点がいいな。ヘロ突っ張り、ヘロツッポリ、ヘロツッポリ、アキリケリ。いや、いいね、これパワーあふれるアクションいいな、やっぱかっこいいな。素晴らしい。時間食っちゃったよ。レッツゴー。時間食っちゃったね、あらら、時間食っちゃったね。せいやくんってのは君かね。せいやくん、まだかな。どこにもいない。スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど、うん、何あなたお店の人。てか聖夜よりもこいつの方がかっけえだろ。どう考えてもけど、もういいじゃん。ちょっと彼のことを探してるんだ、うん、君彼って、な、何よ、うん、まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ。そうだよ、彼支度に時間がかかってるだけなんだから。おう、ちょっと待ってればすぐに来るわよ。いてえ女だな。おい、おお、あ、ごめん、うん、もう全部回ったぞ。お、出た。あ、離れてる。ちょっと距離感気にさしてる。聖夜氏というホストは見つかりましたか。えらい、こいつやっぱござるは優秀だね、本当に。全部回ってみたが空振りだった。しっかり要望に答える。そうですか、うん、でしたらもう一度やってみます。うん、え、まあそう言わずに。おう、あれ、そんな、なるほど。ひとまず、ほら新しいのが1時間もう1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。スターダストの聖夜。よし、同伴中。助かったよ。今日も可愛い聖夜くん。おやすみご用です。 M.A.Y. マイヤマイサーだとよ。お前は捨てられたらしい。かわいそうだな。まずのみなりから変えてこいよ。お前は
女なんだろ、服装にもっと気使えよ。じゃねえといい男には抱かれねえ。食われる女であれ。わかるか、お前がダメなんだ。食っても食っても食い足りぬ、そんな女になれ。それがいい男と付き合う秘訣だ。一言お前残しておく。いっせぇえ、切られた。はい、はい、あー、くそ、シャッ、甘い、ふん、力強い上段蹴り、ダリアー。よーし、いいね。そしてここに、お、いい、お、待って、かっこいい。なんだ今の、走ったからか。よし、甘い。お、待って、あ、丸押したらこうなるんだ。ほっとこ、ばーい。あ、終わっちゃった、バット使いたかったのに。つれー、あ、バット、嫌いで、嫌いでバット。よっしゃ、バット拾えないバット拾う、蹴ることしかできねえ。バットでサッカーしかできねえ。なんだこの矛盾、悲しい。おーさまた、マドが好きなアイドルのファンを見てたら、あーわかるわ。でもなんかさ、アイドルとかってなんか友達とかに無理やり見せられて、急になんかあれだよな、なんか好きになってくるな。徐々に徐々になんか浸透していくよね。中身知れば知るほど好きになるってのが恐ろしいところよな。あれ離れないわけよ。映画でも見て帰ろうかな。残念、映画を見るじゃなくて木村拓哉を独り占めしてみないか。お嬢さん、もしよかったら映画なんてつまらないものじゃなくて木村、あはははははは、どうなってるんだ。まるで僕がブサイクみたいじゃないか。この辺か、ん、違うな。あ、これ焼き肉屋、あ、同伴中つってたな。そっか、店なんか入ってるのか。はい、よいしょ、邪魔するぜ、邪魔するぜ、え、起きた。え、せいや、せいや、俺こんなホストいたら行っちゃうよ俺。俺あんなホストいたら行っちゃう普通に。親父、今日も飲みましょうっつって行っちゃう普通に。あんなイケてるホストいねえ。うわー、なんだあれ。なあ、君がせいやか、スターダストの。え、デート中に悪いね。バリクール、めちゃくちゃイケメン、女素朴。ちょっとだけ待ってて。え、めちゃめちゃイケメン。大丈夫なの。大丈夫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 。店の外でいいですか、八神さん。うん、大丈夫だよ。なんだ、俺の顔知ってたの。え、待って、え、なんだこいつ。え、ただの生きるホストだったらぶん殴ってやると思ったけど、こいつさんのことはテンダーのマスターから聞いてました。こいつ切れてる。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。こいつ強いんじゃね、実は。ヤクザに殴られ、あ、タバコ見せんじゃ吸いたくなるからやめろ。ええ、八神さんならなんとかできるかもって。かっこいい。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が、ええ、めっちゃ知ってる情報やだ。この長者知られた人だってマスターに聞いたから。え、かっこいい。なんだこいつ、そんな風に言われてんだ俺。せいやくん、あとこれは噂でだけど、うん、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。何人もの女をすっぽかしてるゴミとは思えねえ。殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。え、めっちゃ知ってんじゃんこいつ。どこにそれを。あれ、僕なんか変なことを言いました。地雷踏んでますよ。接客業のくせにそういうの分からないんですね。羽村の頭に殴られたって。そうだな、そこ聞こう、ね、日にちは12月3日の夜です。ほぼあのヤクザが事件を起こした日なんでしょ、うん、そうです、そうです。間違いないのか。うん、俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。うん、君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。だよ、女邪魔だよ、殺すぞ。でも情報が欲しいんだ、頼む。有名人に頭下げられちゃね。おう、オーケー、八神さんに嘘は言いませんよ。優しい、いいやつじゃん。こいついいやつだな。田村に会ったのは夜の何時頃。12時頃かな。うん、ピンク通り裏の九州一番星って。 あいつが言ったところだ、証言したやつが。結構寂しいとこ、うん、そのあたりだとサウナ御殿にも近くなかった。うん、うん、そうだね。かっこいい。もう少し聞かせてくれるか、うん、そもそも君はなんで羽村に殴られた。そんなのこっちが聞きたいよ。へえー、
ただまあ向こうはかなり酔ってたみたい。そんなに？僕はその時一人で、ハムラは向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。危ないやつだな。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。おお、ワンパン。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。私サイみたいな顔してる。歯のかぶせ物？超獣戯画って言いそう。その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。お、それで日にちは確定してるな。じゃあ診療記憶が残ってるな。はあ。で、君を殴った後、ハムラはどうしてた？ハムラフラフラ歩いてサウナに入ってったよ。欲しかった証言ゲッチュー。さっき言ってたサウナ御殿ゲッチュー。12時頃君を殴ったその後、ハムラはサウナ御殿に入っていた。うん。実はそれはサウナ御殿ではなくサンマ御殿だったことに俺はこの時気づいていなかった。つまり、そう今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるかな。 OK だよ。優しい。八神さんにはオンを言っときたいし、おう、テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。すげえ。分かった、伝えとくよ。待った。あともう一つ。待った。今めちゃぶつかった。あった時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。そんな見てんのかこいつ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。イケメンのくせに。ありがとうな。俺だったら見るけど、やっぱ中身スカスカなんじゃね。やっぱ中身スカスカなんじゃね。イケメンなのに見れないんだ。本当のイケメンとは言えないね。そこでしっかりと周りの注意をね、しっかりと周りの注意を見て、こうなんていうの、機敏に動ける、立ち回る男が本当にイケメンなわけ。今のブスとしか言いようがねえな。うわ、待って、手前の女可愛い。なんでおめえみたいなゴリラとなんか面と向き合って喋んなきゃいけんだ。綾部には会えたか。なんだそりゃ。ハムラのアリバイを証明できるかもしれない。そう、綾部はいらないんだ。本当か。お、待って、あの女無限脇だ。バイオハザードのゾンビみたいな。ハムラに殴られた後サウナに入っていく姿を見てた、今そこに向かってる、おい、その辺りって刑事跡が近いな。おう、教令会に見つかったら厄介じゃねえか。いいさでしょ。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。そうだよ、縮こまってんじゃねえゴリラがよ。本来それやることてめえだからな。カムロオブザデッド、おもんなそう。めちゃめちゃおもんなそう。やめとけそんなゲーム。ああ待って、背中出してる女可愛い。大体背中じゃねえや、肩出してる女大体可愛い。お、来た。せいやがハムラに殴られたのはこの辺り。さあ、カメラ探しましょうか。カメラ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 ー。オッケー、終了。完璧だな。問題なす。そこのお前、なんだ こいつらは。見た顔やな。撃ってた。村瀬あきるやの。何誰。こないだの礼にたっぷり痛めつけた。まずいぞ拓也。このガキ会社に引っ張ったれ。やべえ、この忍者急に。これはちょっと、これお話で。おお、来た、ようやくゴリラ。これ行け。どこ行くの。いや、いいよ、それ来た。いいね、ゴリラ。それだ、てめえに求めた仕事は。よし、じゃあここ一人任せた。なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。よし。確かに、お前らおとなしゅう往生せえや。いや、でもこいついいのきちいな。よし、ここは一つ。まずはランブで行こう。ほんまも思っとんですけど、わざものひげ、わざものじゃ。村瀬プラス人いっぱい。いや、これゴリラがどんなに頑張ってくれるから。この間な、ゴリラと共に戦う。いや、俺は一人ごちそうさす。
おい、背中任すぞ。はい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 、全然弱え、全然弱え、全然弱え、前回も全然、ああ強い、全然強い、間違えてた。はい、待て、いやこれザコ敵から片付けたから、そうか、なんかこれ、これは村瀬が倒れてる間にザコ敵を沈める、これが竜王男の鉄則。おい、カイドウ行くぞ。待て、カイドウとこれヒーダクションできるセットある、やろう。ああ、待って、帰ろう。ゴリラ、いやゴリラ強い、マジでやべえ、うりゃ、急いで、俺も痛めて、ゲージ貯めて、ゲージ止まった。あ、待って待って、ブラセ邪魔、邪魔すんな、ブラセ、ゴリラと共同でなんかやりてんだよ俺今。しか、いや、おい蹴って、はい、ゴリラが来ない、ゴリラ、ちょっと待って、じゃあふざけんなゴリラ、おい加勢しろよ、しっかりちゃんとユーザーの声に答えろ。こっちもいないか、お、いいとこにあるんじゃねえか。おい、ゴリラ動けなよ、お前ごと一発だけど、お前ごと一発だーけど、おれよ、しこしこしこ、俺で雑魚的全員死んだと、オッケー、はい、2対1だよ、村瀬ちゃん、はいはい、よいしょ、はい、よいしょ、あ、なんかゴリラ助けろ、よーし、決めた、こうなったらまず余裕、甘い、おい、いい、すばらしい、いいぞ、共同タッグ、来る、ヒダクション、おい、いいね、かっこいい、なにこれ、余裕余裕、ちょろいっちゃ、おいおい、うわ、やばい、でゴリラ助けろよ。何見てんだよおめえ、おい、危ねえ、マトリックス来た、そんなもんか、なにそれ、お前避けるんだ全部、はい、やばい、ゴリラ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 、助けてゴリラ、やべ、死んじゃう、マジでマジで死んじゃう、食べ技だと思ってなかった、いや、このまま行こう、なんでこいつ、あれ、まずい、えい、待って、バカだ、刺される、めっちゃ、待て、分かった、フレーフレーカイド、ちょっとこっち来んな、フレーフレー、まだ、ちょっと待って、危ない、なんでお前こっち来んの、ちょっと待って、おい、カイド、おめえの面がゴリラだから俺ばっか来るよ、ホモが、はい、よーし、やめた、ま、まずい、まずい、よし、で、ダーバカ、ふー、危ない、あー、怖い、帰ろう、帰ろう、帰ろう、やっちゃってください、カイドさん、ナイス、バカ届いてねえよ、ほら、ブリアー、よし、ふっ、たまずい、待って待って待って、よし、あー、ちゃったちゃったちゃった、あー、ミスったかった、やべ、調子乗っちゃかった、あー、ナイス、カイド、危ねえ、危ねえ、ちょ、待って、おおー、まずい、ファーストランド、危ねえ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 、危なかった、うー、セーブセーブ、あ、あ、あ、これ死んでる、もう、ちょ、待って、カイド助けろ、カイドカイドカイド助けろ、カイド助けろ、ハハハハ、何やってんだ俺マジでバカだ、いや、ダメだ、ちょ、待って、ちょ、やっちゃった、いや、マジでやろう、待って待って、ちょっとふざけすぎた、悪い、そう、ガードだな、でもね、刀って多分ガード突破なのよ、確か竜が如くシリーズって大体で、かわすってなるとどうかわしたいんだ、バイザーダスト戻ってきたぞ、村瀬明、お前の攻撃を見るのはな、これで2度目になるか、村瀬、いや、3度目かな、正しくは、これ紫殴ってたら多分勝手に死んでいく、こいつら、いや、こん時は押せ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 、殴る殴る、あー、やべ、やっぱか、ガザダメだ、ちょ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 、おー、ちょ、待って、何この連続攻撃、お前そんな、あー、ちょっと待って、おい、ゴリラ助けろ、バカだわ、おい、バカゴリラ助けろ、マジで、あ、ちょ、ゴリラ、よし、あー、ちょ、分かった分かった、ちょ、待って、分かった分かった分かった、
これ一回こっちだ。で、はい。あ、じゃあ、はい。はいはい。はいはいはい。で、ここから、ちょ、あ、じゃあじゃあじゃあ、どけどけどけ。なんでお前こんなゴミになんか、エロモト邪魔すんな。おい、エモノモトかラスボスです。あら、ちょっと待って、死んだ、ちょっと。待って、ゴリラ、ローションゲタ。あいつ殺してくれ、おい。やってくれたじゃねえか。よし、俺はこっちやる。よっしゃ、倒した。階段飛ばすぞ。これだ。だー、ダメだ。一瞬でおられた。おしまで。よっしゃ。よっしゃ。待って、今ちゃんと冷静になる。もうカイドウなきことし考えろ。ウェイ。はい、ヒットアンドウェイ。ヒットアンドウェイ。ヒットアンドウェイ。はい、そこ。はい、そこ。はい、そこ。ふー、待って。あったあった。だー。くれ、おれ。これ横切りと縦切りちゃんと見ないと。それがダメだ。俺の悪いとこ。勢いでなんとかなると思っちゃってる。悪いとこ。これバッターやな確か。あ、三回来る。もう一回来る。悪いな。悪いな、村瀬ハン。その攻撃見る。もう二回見ないやわ。全くドキドキせえへんで、村瀬ハン。ワイはリピーターなんや、村瀬はん。ワイはリピーターなんや、ワイはリピーターなんやで、村瀬はん。村瀬はん。ワイはリピーターなんやで、村瀬はん。村瀬はん。ワイはリピーターの、ワイはリピーターの。ほい。あ、くそ。あら、何やってんのよ。おい、ゴリラ助けに来い。見切れ見切れ、来た、どりゃー。よーし、いいぞ。落ち着け。待って、ここでバケツ持って、はい、よいしょーよいしょー。暗い大車輪発揮症、回転。これが火上がり。よっしゃ、暗い。ゴミ箱の前になすすべなしだろうや。よし、落ち着け、見極めろ。こっち甘い。何？こい。ふっ、甘い。だ、どい、ちょりや。うわ、まずい。よっしゃ。よっしゃ、あんな、あら、ほら。ほい、おい、カイドしっかり。おい、カイド、何左手つけてた、じじいかてめ。普段タバコ吸ってっからだよ。わあ、ちょっと待って。刺される。危ねえ。だあ、近い。だばだ、やばい。待て、村瀬、ちょっと強いと思う。つっか、こわー、ちょっと待って、ムラ、カイド、助けろ、カイド。俺、めちょ、カイド、使おう、これ、使われて、まだ死ぬ。いやー、待って、危ない、マジ怖い、あれ。ちょっと待って、アップだ、あれ、マジ。よし、これだろ。あれ、あ、違う。ちょっと待って。あ、待って、体力のやつじゃなかったんだ、さっきの。違った、間違えてる、バカだ。たまかやめろよ、ふざけんな、急に前出てくんな、マジで。カイド、ちょっと待って、お前マジで殺す。決めた。あ、なんて、てめえ、あれ、あ、もう一から押した、いけ、殴れ、カイド。ボコボコだ、逃げるだ。よーし、最初から殺しときゃよかったんだよ。うん、しゃ、ここしちゃった、この老骨が。調子乗って使ったこともねえ技もブンブン振りやがって。あったんだろうな、多忙。多分な。ほら、あのカメラ、うん、あれにホストを殴る羽村が映ってれば、うん、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。でもヤクザ殴ってる俺らも映るけど、映ってなかったら、そんなの考えたくもないな。かっけえ。何が映ってんのかお楽しみか。こっち見んな。どうする、セイヤのハメ撮りとか映ってたら。お、どうした、なんだ。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は
被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。素晴らしい、完璧だ。完璧に罪を。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は、朝まで同店内に留まっていました。すなわち、このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。そうなんだよね。おい、海老蔵、なんか言ってみろよ。おい、ほれ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 、検事にお伺いします。ほれほれほれ、海老蔵、ほれ。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。おろろ、お調べが足りませんな。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。行かれなかった。ええ、私は確認しています。おやおやおや、何にせよ一検事が、弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明。そうかな。確認の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できない。それは君個人の意見であって民意ではないよね。では続いて弁護側証人を尋問いたします。君は一検事でありながら現場に足を運ばず、ずっとタバコでも吸ってたのかな。さあ全て言ってやれ、せいや。せいや、全部言ったれ。せいや言ったれ。お、いいね、演技派だな。私は殴られてしまったんです。私はこの美しい顔、先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、彼だ。あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。間違いありませんな。お、演技派だね。はい、いいよ。そうです、そうだな。では、そのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。いますよね、いますよね。聖夜さん、怖くないわ。では大丈夫よ、業績はあなたの味方よ。どうしました、どうした。せいや、生かしてせいやとか。僕の、どうした。僕の勘違いでした。なん、殴られているのは間違いなく僕です。だと、でも殴っているのか誰かは分かりません。なんだって。いや、一波乱ありそうじゃなと思っておったが。一時休廷をお願いします。どうしたってんだ、せいや。あの時キラキラしてたじゃねえか、おめえよ。おい、せいや、やにせえ、とりあえず。何があった、せいや。一服しよう、とりあえず。僕、証言できません。は？ごめんなさい。だからなんでだよ。おい、今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。おい、さっき電話がかかってきたんです。なんだ電話。なんだ。僕には妹がいて、おう、その携帯から知らない男の声で電話が。おう、そいつは教令会の村瀬だって。え、矢上さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだ、あのクソジジイ、はい、もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。せいや、わかった。おい、どうすんだよ矢上、警察に相談するか。海藤さん、矢上だ。今から教令会の KJ アートに行く。証人の妹が人質に取られた、手貸してくれ。こっけ、どうする気だ。裁判は始まってんだぞ。分かってる。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。自分の証人も守れねえで、できるだろうわと彼は言っています。聖夜が証言できるように、必ず俺が何とかする、巻き込んだのは俺だ。おい、妹さんは絶対無事に返す、約束する。いや、せいや、むしろありがとう。時間引き延ばせって。せいや、ありがとうと言いたい。それなぜか、
ちょうどあの村瀬とかいう豚をもう一回ボッコボコに殴りたかったから。ありがてえぜ。あんなさ、最後無理くりにぶん殴って終わっちゃったとか言ったらさ、俺の面目が立たねえよな。龍が如くうめえキャラで押していこうと思ったのに、まるで下手くそみてえじゃねえかよ。おい、そんな状態で俺の顔に泥塗りやがった、あの豚野郎。ボコボコにしてんと気が済まねえ。おい、行くぞ。できる限りは強化しとこう。まずはこれ行きてえな。3000か。これ3000食べてもいいな。酒飲んでいく。お、そう、馬飛びとかもあんだよな。だから使えてねえ技が多いんだよな、一気に覚えすぎて。力を込める、出し込むから気をめぐ放つ攻撃、タイミングが近く合わせて飛躍。おお、あー、まあこれはいらねえな。いらねえけど取っといた方がいいんだな多分。これ強くね。お、窮地に陥った矢神が敵に馬になってパンチを浴びせる。最後これで決めよう。よし、行くぞ。俺が救う。せいや、俺に任せとけ。妹さんは俺が救う。そしてその妹さんをそのまま接客する。俺は決めたぜ、せいや。お前の妹さんを救い、黙れゴリラ。お前と会話してるつもりはねえ。